まだ税務署から連絡が来ていないというあなたも気を抜いてはいけません。こんにちは、永井です。今回は今年度の税務調査丸月に来ます、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。一昨年、昨年とコロナの影響で件数が絞られていた税務調査ですが、今年度はすでに第1弾の税務調査が実施されており、その対応に追われているという事業者は多いのではないでしょうか。まだ税務調査の連絡がないという人も、今後ある時期に税務署から連絡が来る可能性があります。今回は税務調査立ち会いの現場の最前線にいる私永井が、今年度の税務調査について最新情報をお知らせしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず今年度の税務調査の実施時期のパターンですね、大きく3つあるということが分かりました。まず大前提として、税務署の事務年度は7月から始まって6月に終わるんですね。通常役所の決算は3月決算なので、4月から新年度、3月が年度末というケースが多いんですけども、税務署はあくまで7月スタートですよということですね。そして7月の10日前後に人事異動があって、そっから本格的に調査に動き出すということなんですね。そして第1弾なんですけども、すでに動き出しているということですね。それが丸1番、今この丸1番の真っ只中にあるんですけども、だいたい6月の下旬から7月の上旬に税務署から連絡があって、いついつ税務調査に行きたいという連絡ですね。そして納税者、それから顧問税理士がいれば顧問税理士と日程をすり合わせて7月から9月の間に実施されると、そういったケースですね。でこれは昨年にはなかったパターンなんですね。昨年は9月末まではほとんど税務調査実施されていなくて、10月以降実施されるというケースが多かったんですけども、今回は6月末から連絡が来始めるということですね。つまり人事異動の前なんですね。よって連絡をした調査官と実際に来る調査官が異なるというケースが結構多いんですね。それって非効率じゃないのと個人的には思うんですけども、税務署としては、今年は年度の初めからきっちり調査を行って件数をこなしていこうと、そういった意気込みが伺えるんですね。よっておそらく今年度の税務調査の件数はコロナ前の件数の水準に戻るのではないかというふうに思います。そしてさらに来月あたりですね、9月中に連絡があって、9月から11月にかけて調査がされると、これが第2弾ということですね。例年この時期に非常に税務調査が多いんですね。よってまだ連絡が来ていないという人も、今年中に連絡が来て税務調査の対応に追われるという可能性があるので、油断しないでいただきたいということですね。そして年内の調査が終わった場合は、おそらくしばらくは税務調査ないということですね。なぜなら個人の確定申告が年明け始まりますよね。その対応に税務署は追われることになるので、1月から3月というのは税務調査の件数は非常に少ないんですね。ただ確定申告が終わった4月あたりからまた税務調査再開されるということですね。ただし4月から5月に実施される第3弾ですね、これは後で述べるんですけども、それほど構える必要はないと、そういった調査も多いんですね。このように私が入手した情報では3パターンの実施時期に分けられるということですね。ただしこれらに限られません。特に法人の調査というのは1年中行われてますし、例えば無予告の調査ですね、抜き打ち調査ですとか、それこそ査察の調査なんかは実施時期は言ってられませんよね。のんびりしていると納税者が証拠を隠してしまう可能性があるということで、時期を問わず実行される可能性があるということですね。で、税務調査なんですけども、自宅ですとか事業所に調査官が来る、そういった実地調査の日は個人で1日、法人で小規模のところは2日だったりするんですけども、それで完全に終わるということはほとんどありません。通常過去3年間見るので、1日ですとか2日で全部見るのは不可能なんですね。よって多くの場合、そこで宿題を出せることがあるということですね。今回これが確認できなかったので、こういった書類を郵送で送ってくださいですとか、あと帳簿のコピーを持って帰ったりして、後日また調査させていただきますと、署内でですね。そういったことがなされることがあるということですね。よって結構ダラダラ
実施されるというのが税務調査ですね。1日2日で完全に終わりと、そういったケースってあまりないですね。いくつかやり取りをして1、2ヶ月ですね。で、最終的に例えばここを直してくださいとか、場合によっては何も問題がありませんでしたと、そういった通知がなされるということですね。このように今年度はコロナ前の実施サイクルに戻してきたということですね。よって一昨年、昨年とターゲットにならなかった人も今回ターゲットになる可能性があるということですね。では何月に実施される税務調査がやばいのかと、つまり調査官が本気になっているのか、そして修正申告を迫られる可能性が高いかということですね。年内ですね、7月から12月に実施される税務調査、これは一般的にはまだ税務署の事務年度としては前半なので時間もありますよね。さらに調査官のモチベーションも高いということですね。人事異動したばっかりで成果をいち早く上げてやろうということですね。よって人にもよるんですけども、出世意欲のある調査官は鼻息を荒くしてあなたの自宅ですとか事業所にやってくると、そういったことも十分考えられます。ただしあまり出世を考えていない調査官も結構いるんですね。そういった調査官は行って、軽くやって何も見つからなければそれでいいやと、そういった形で思っている方も多いので、そういった方に当たればラッキーということですね。結構ゆるい調査で終わらせてくれると、そういったこともあり得ます。この辺は運も左右しますね。厳しい調査官に当たった場合は不運だと思って受け入れるしかないということですね。一方で4月以降実施される税務調査ですね、先ほどお話ししたパターンだと第3弾の税務調査ですね、こちらについては調査のリミットも迫っているのであまり厳しくされることはないということですね。いわば消化試合的なケースもあるということですね。税務署の調査官は金額的なノルマはないんですけど、件数のノルマはあるというふうに言われております。よって件数をこなすために4月以降実施されると、残りの調査をですね、そういったこともあり得ますので比較的緩い調査が出せれることも多いということですね。ただしこれも一概には言えません。各税務署の方針ですとか、さらに地域によっても異なるかと思います。都心と地方ではだいぶ事情が異なるということですね。よって一般的にはこういったケースが多いですよと、そういった捉え方をしていただければと思います。そして今年狙われやすい事業者、それから項目はどういったところかということなんですけども、これはですね、例年と大きく変わるところはありません。やはり売上ですとか利益が大幅に増減しているような事業者、そういった事業者はフィルターにかかりやすいということですね。最近で言うとコロナ禍にもかかわらず業績を伸ばしているような事業者、そういった事業者が狙われやすいというふうに思われます。それからシェアリングビジネス等の新分野ですね、シェアビジネスですとかAirB&B とかですね、それからエニカのようなカーシェアだったり、そういったシェアリングビジネスですとか暗号資産、それからアフィリエイト、そういった新しい業態の事業、そういった事業に狙いを定めてますよというのはここ最近国税庁からレポートとして公表されております。調査の重点項目ということですね。こういった傾向は引き続き今年度もあるかと思われます。ここが今年度絶対狙われますよと、そういったことは今のところないかと思います。まんべんなく様々な業種が狙われるということですね。ちなみに個人事業主であれば実地調査だけではなくて電話ですとか税務署への来所依頼など、そういった形で簡易な調査という形で税務調査が行われる可能性があります。どういったケースで行われるかというと、明らかに申告書を見て間違っているようなケースですね。そういった場合は税務署もサクッと終わらせて修正させると、それによって成果を上げると、そういった効率的に仕事を行いたいというふうに考えているので電話を行ったり来所依頼を行ったりと、そういった手法で調査されることも多いということですね。特に個人事業主ですね。なので、急に電話がかかってきても慌てないようにしていただきたいということですね。以上が今年度分かってきた税務調査の実施時期、それから傾向ということですね。過去動画で税務調査で狙われやすい事業者ですとか見られやすい項目詳しく解説しておりますので、下に URL 貼っておくのでぜひそちらもチェックしてみていただければと思います。それから税務調査の対策ってどうすればいいの、そういったことも動画上げておりますので、税務調査対策不安だという方はぜひそちらも見ていただければと思います。今回の内容少しでも役に立ったなという方はぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録をお願いします。
またこのチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄にどしどし記載していただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。